運流型航空母艦。運流型航空母艦は、日本海軍の中型航空母艦。運流型は先に建造された飛流の図面を流用し、部分的な改正を加えたものである。主な改正点は、環境位置の変更、エレベーターを2機と使用型化、火事を変更、対空兵装増強、その他対米戦の戦訓を反映した、設備の増強であった。船体形状は、 飛竜の線図をほぼそのままである。構造も、船体、飛行艦板ともに、飛竜と同じであり、寸法の変更もない。ただし、飛竜が装備した半平行打は小打角での旋回半径が大きく、曹竜の装備した並列2枚釣り間に戻された。環境の位置は改装後の赤木の左元中央配置が問題となったため、運流型では、曹竜と同じ右辺全部に戻されている。 形状は、飛竜の環境に近いが、一層減らされ、創竜と同じ3層4間板となった一方、トップは94式降車装置に代わり21号電端を、装備、降車装置を原則に移したほか、比重、防弾板の装着、前方に、方位測定室、後方に関室通風路などが設けられるなど、全体的に大型化、複雑化している。 飛行艦板寸法は、飛流と全く同じ、航空機用エレベーターは、中央エレベーターが廃止されて3機から2機に減少するとともに、大型化した、新型機に対応するため全部が 14X14 14メートル、後部は 14X13.6 メートルへ拡大され、昇降スピードもアップされた。格納庫は、上下2段、ミッドウェイ海戦の潜訓対策で、放末式消火装置が、 壁面に設置された。着艦制度装置は計画では、クレ式9機9作であったが、空将、式4機12作に変更され、新型、大型の艦上攻撃機器に対応するものとなっている。また滑走静止装置も従来のものを、新型機用に改良した、空将式滑走静止装置を装備した。ただ、運流型航空母艦は、戦力として運用されたとしても、 1945年以降の主力として計画されていた、烈風や流星といった新型機は運流型の飛行艦板の前兆、前幅では同時発艦機数に難んがという意見もある。爆弾や魚雷は、シナノや大砲で採用されたのと同じように、飛行艦板まで溶断される専用の溶弾灯が採用され、全部に昇降式大型、後部に銅庫型が設置された。 魚雷は36本を搭載可能で、同時調整可能数は6本と言われる。玉火薬庫の走行については、雲竜、天木、笠木は、飛竜と同様に 140mm から 50mmnvnc 以降、砲弾に対する減速走行については、カツラギの アソでは、その必要性が薄れたことより装甲が薄くされ 100mm から 75mMNVNC コートされている。また機関部原則は、交番製造が間に合わず 25mMDS コに2枚重ねで、代用された。反面、魚雷の威力増大により水中防御の充実が、図られた。イコマ以降も、交番製造艦以下のために変更が行われた。装甲に関しては、 蒸気のように個々の管による違いや時期によっても違いがあり、何種類かの計画値が伝えられているので、表にまとめて示す。ミッドウェイ海戦の戦訓として格納庫には、炭酸ガス式消化装置に代わって2、2%石鹸水と空気を混合して、庫内を泡で覆う、放末式消化装置が設置された。その他防御力の強化として吸気口の位置の改善、火事取り質と、 舵取り機械室の防御強化、格納庫の通風強化など、不燃対策として、不燃性塗料の使用やリノリウムの廃止、可燃性の備品を撤去するなどが実行された。またガソリンタンクの周りをコンクリートで囲み漏洩防止を行った。機関は昇格型や大砲型、巡洋型で使用された高温、高圧管の採用が見送られ、飛竜と同じで、 鈴屋型重巡洋艦と同一の機関を搭載、蒸気温度220度、圧力2 2ラム、平方センチメートルだった。最も出力15万2000馬力、速力34ノットは空母として十分な値だった。ただ初期立造艦は、資材入手に困難があり三菱長崎造船所で建造された天木、笠木は巡洋艦、伊吹型の機関を流用。 呉海軍港証建造のカツラギのアソは駆逐艦の機関を転用した。このためカツラギのアソは出力10万4千馬力に低下し速力32ノットになった。駆逐艦2隻分の機関を搭載するとなるとタービン4機に大使艦は6機で十分な力量があるが空母の場合は速力の変更がたびたびあり、また急に 高速力を発揮する必要もあるので、余力を持たせるため発揮搭載になった。煙突は、飛竜とほぼ同じ下方排出である。高気立て造館は、工時間以下のために六角形とする計画だったようで、ある。笠木は六角形煙突だったとする文献もあるが、竣工した三石のほか、笠木、イコマも写真から、通常の楕円形だったことがわかる。 戦訓対策から、休排機構は両限に分散された。電源は、第5006号艦までは、飛竜と同様の直流 220V であり、第5007号艦以降は、当時の新造艦と同じ交流 440V と、する計画だった。この点については、天城、笠木も、建造時に交流だったとする関係者の回想もある。運流春行直前の写真では、 環境上に21号電単1機の搭載が確認される。その他竣工時には飛行甲板上に陰件式に21号電単1機、メインマスト上に13号電単1機を搭載した。その他、カツラギノの講師車までは、左限無線マスト2機の内前方の1機に13号電単が装備されている。アマカツラギノは、 環境上の21号電探を22号電探1機、13号電探1機と換装、その時期は1944年末から翌年初めと推定されている。また、飛行甲板全部に短波方向探知機のアンテナを埋め込み式に装備、飛行機の運用がない時に使用して、潜水艦の通信波を受信して、方位等を知ることを意図していた。ソナーは、運流の計画として、 単身儀に、仮称91式451の記載があり、カツラギノの引き渡し目録では、水中常温機3機、単身儀1組となっている。実際には93式、または0式水中常温機の装備が推定されている。広角砲は、飛竜と同じ40口径12.7センチメートル、連装広角砲6機を装備した。25ミリメートル機銃は、 飛竜が3連装7期、連装後期の計31兆、運竜の基本計画時で3連装9期、連装2期で合計は飛竜と同じ31兆だった。その後の建造から春工までに増強され、運竜春工時で3連十13期39兆、天城春工時で3連十21期63兆と言われる。 カツラギノの最終時では3連十22六66丁となっていた。雲流の春工時、煙突直後の3連装機銃4期は望遠、シールド付けであったが、カツラギノは前方の2機だけ望遠シールドを取り付けて完成した。単装機銃も建造中の1944年5月の時点で、ソリ式を24丁、同年8月の分身放送日時には、同25丁。 10月春光のカツラノはさらに装備した可能性があるとされる。28連装分身法は、雲龍の春光前の写真で、すでに砲座が準備されている。雲龍天際は春光直後に6機をクで装備、カツラノは春光時にすでに装備していたと言われる。カツラノのみ30連装を装備とされるが、引き渡しも黒くによると、 他と同じ28連装を装備していた。爆雷は、運竜計画時で6個、イコマ計画時で10個となっている。カツラギノは、最終時に、爆雷投下第1機が装備されていた。運竜の基本計画時の高支排水量は2万100トンの計画であったが、航空偽装の変更、対空機銃の増加などで2万400トンまで増加した。また、カツラギノ、では、 期間変更により2250トンとなった。その他にも出店により、いろいろな値があり、講師平均喫水を含めて、以下の表にまとめる。5007号館、イコマ以降は運流型から改良が施されており、運流改め型、または、飛流、海外型と呼ばれ、下記のような変更点があった。さらに、川崎重工業幹線工場にて、 建造予定だった艦、イコマは、戦艦により、機関室を交互配置にする予定であった。搭載機数は、基本計画時には、常用57機、補い用八機を予定しており、内訳は0式戦闘機12プラス3機、99式、艦上爆撃機27プラス3機、97式、艦上攻撃機18プラス2機であった。ただし、資料によって、 搭載機数が異なる。以下は各種文献にある計画機数である。イコマの場合は以下の通り、丸四計画で大型空母一隻を計画した日本海軍はアメリカ海軍の第3次ビンソン案に対抗する形で1940年に丸五計画を発案。1941年春のガアンでは3万トン級の 大砲型空母3隻を計画していた。しかし、予算、資材、建造能力などの制約から、大型空母は1隻に減らされ、代わりに1万トン級の飛流型空母2隻を建造する計画となり、この中型空母は、過小艦名、第800号艦とされた。ここで海戦が、決定的となったため、1941年、昭和16年8月に、 丸5計画を前倒しする形で、昭和16年度戦時感染建造及び航空兵力拡充計画、通称丸9計画が策定され、中型空母一隻を建造することになった。この時、新型空母の設定はほとんど進んでいなかったため、丸9計画の中型空母は、飛竜の設計を流用して、建造を促進することになった。これが、雲流型航空母艦である。 計画番号は G16。運流型は丸9計画で1隻、また1942年1月時点では丸5計画で1隻の建造が予定された。しかし、ミッドウェイ海戦で4隻の空母を喪失したことにより丸5計画は改め丸5計画に大きく改定され、運流型は第5001号艦から第5 0十1 5号艦までの 計計隻の整備計画が挙げられた。このうち、第5002号艦と第5005号艦は、戦艦、第110号艦の空母改造決定により、その後に中止となった。この時に、航空本部は飛竜型が10年前の設計であること、構造が複雑であること、決して大型艦ではなく、新型艦上機の運用に十分対応できないことにより、難色を示し、 当時の航空本部総務部長であった大西滝次郎が中心として書かれた航空母艦整備方針に関する意見書あるいは急速建造航空母艦型に関する計画要求概要を提出構造の簡単で建造の容易な戦時急増艦のような最低限の防御力を持った空母の新規開発を主張した完成本部は工数が 運流型と大差ないなどの反論を行い、軍令部は運流型の建造継続を決定した。結局、丸9計画で1隻、改め丸5計画で13隻の、計14隻の建造が計画されたが、その後の戦局悪化、資源不足などにより実際に寄港されたのは6隻に止まる。そのうち竣工したのは、運流、天木、桂木野の3隻のみである。 太平洋戦争の戦局の悪化により、笠木、阿生、伊古マの三隻は途中で建造中止となっている。1944年7月、運流で横須賀航空隊がロケット発艦実験を行い、流星を発艦させている。10月、冷凍機械戦で日本海軍は保有空母の大半を喪失する。第一航空戦隊所属の 第601航空隊はまだ存在しており、戦力化に向け訓練を続けていた。連合艦隊は、空母から発艦する特別攻撃隊の人務攻撃部隊の搭載艦を、運竜・天城都市、秋月形区艦4隻を護衛としてつけ、フィリピン諸島東方海域の敵機動部隊や、水上艦艇を攻撃する作戦を軽視していた。しかし、 戦況の悪化によりジン務攻撃部隊は空母発着艦訓練を実施することもなく特攻隊として陸上基地より出撃した。しかし、シナの雲流が相次いで戦没した上に艦船燃料の不定が寄付されたため昭和20年2月11日をもって艦隊航空隊としての再建を断念されて基地航空隊へと変貌し 空母機動部隊は消滅することとなった。巡航した運流型は2隻が戦没、運流は潜水艦の乱撃により、戦没、雨際、は空襲により大破着底し、終戦まで健在だったものは3番艦のカツラギの1隻のみである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。